片っ端からねイラストを、まあ、採用すると言ったものの、まああんまりねいっぺんにイラストをたくさん使ってしまうと、私の中でねちょっともったいないお化けが出てしまうので、大事に、まあ、何回かに分けてね、紹介していきたいと思います。では見ていきましょう。こちらのイラスト、まあ初っ端から来てくれましたよ。これはねなんかこう美術のあれだね、あのコンテストとかさそういうのにちょっと一回出してもらいたいね。あの美術部で開かれるコンテストとかさ、あの市のなんかコンテストにね、まあ、出されれば絶対なんかこう美術館のなんか2階とかに、あの図書館とかに飾られそうだよね。そのくらいねこのイラストはちょっと気品があるね。あいけないいけない、1枚のイラストに50秒近く使ってしまうのはねちょっと良くないよな。続きましてこちらもねまあいい発想ですよね。ピアノをねこれ何に例えたんだろう。水が溢れてるってことは水槽とかお風呂かな。まあねピアノって基本的にまあ水物厳禁なんですけどね、そこにあえてねこう水で溢れさせることで、まあこうなんかねこう反抗的な何かを感じるんですよね。そしてこちらねこれすごかったんですけど、2枚来たんですよね。これと、これですよね。この違い分かりますか皆さん。僕はねこのキャラクター自体がまあ誰か分からないので、このねあの違いは何を基準にこう変わってるのかっていうのはね、分からないんですけども、ちょっとねこのギャップが綺麗だなと思って、採用させていただきました。続きましてこちらね、とても幸せそうな笑顔ですよね。もう幸せすぎてもうほら髪も笑ってしまってますからね。ありがとうございます。これ面白かったですね。最近本当にリメイクやってなくて、過去のイラストからね今こうなるみたいですね。いや相当上手くなってますね。まあ、たくさん努力したんでしょうね。ありがとうございます。これはねめちゃくちゃ好きだったな。絵柄というかねなんかこのごめんなさい、あの歯のね一つ一つのきめ細かさがすごい好きだった。あんまりねこう貼ってほらあのこう一つ一つ線入れて細かく描く人っていないじゃない。あとこの絵のタッチとかなんか癖でわかるんですけど、間違いなくね僕好みの絵柄なんですよね。めっちゃ好き。これ思わずちょっとあのお腹がイチゴに見えましたね。そしてね最近あの僕にねこう水の中でブクブクしたイラストってたくさん来るんですけど、あのこういうイラストで僕がいつも感動してるのはこのブクブクのあのなんだろうこう息っていうかこの泡、あの酸素の泡を描くのって結構難しいんですよね。なんでかっていうとこう口元から出たところの泡は当然最初ちっちゃいわけで、でだんだんこう上に行くにつれてね大きくなっていくっていうところまでね表現できてるのはすごいと思いましたね。ありがとうございます。そしてねちょっと1枚のイラストに今日はかなり時間を使ってるので、ちょっとね本気でコメントしていってます。ということでねあんまり一気に使ってももったいないし動画の尺もあるので、次のイラストでね、今日は、ラストにしましょう。はい、こちらのイラストですね。これはもうあれですよね、髪飾りで僕はもう判断できるぐらいファンなので、グラちゃんですね。もう片方の方はね、可愛い女の子なんですけどまだちょっとわかんないですね。なんかねあのイラストとかではね結構こう胸が大きくてあの制服をねあの肩よりも下にちょっとこうずり落ちちゃってる女の子っているんですけど、僕あのこういうイラスト見た時にあの一番疑問に思ってるのはなんでこれがずり落ちてるのかっていうことなんですよね。まあ校則を破ってあえてこうちょっとね不思議な服装でそうしてるのか、あるいはねちょっとこうまあ男の子の夢というか、はい、あの胸が大きくてちょっと制服着れないみたいな、はい、皆さんはまあ僕もはい後者、はい、ということでね最後に、こんな女の子がいてくれたらいいなと、僕に夢を与えてくれるイラストが来てくれました。このね片っ端からイラストを採用していく企画、この先もねまだまだ続きますので、もっとねたくさんのイラストを紹介していけるように、今日はねこの辺で終わります。次回もねまた続きから入っていくのでよろしくお願いします。ありがとうございました。